こんにちは。大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと林太郎です。はい、今日もね、楽しく蝶々の話をさせこうと思うんですけど、はい、今日はね、このハウス、大村崎ハウスにいるということは、大村崎の現状、ちょっと大村崎の現状をご紹介させていこうと思います。はい、いやー、でもね、もうこんなまたちょっとトレーナー来たりしますけど、寒の戻りやってきましたね。寒の戻りね、春ね、暖かい時期があって、その後ちょっとこう冷える時期が来て、寒の戻り、寒さが戻ってくるっていう時期がやってきました。で、このね、今年冬の終わりが暖かかったですよね。それで桜が一気に咲いて、桜も早くも終わってしまったりとか、大紫の幼虫も大紫の幼虫へと、幼虫で冬過ごしてた子がもう早く目の前で一気に成長したんですけど、まあ、僕はもうその時でもどっかでまあやっぱりブレーキかかるだろうなと思ってたところ、やっぱりここ数週間ブレーキかかりました。成長がちょっとこう止まったということですね。なので大紫もまあ順調は順調なんですけど、一旦ちょっとこう止まって、そんなにね、例年よりめっちゃ早いっていうわけじゃなくなりました。なのでもう早い時期は一番早くて5月の1週目ぐらいに羽化する時期もあったんで、今年はそれがもうないので、もうあと2週間ぐらいですね。早くて2週間後ぐらいになると思うので、なんかちょっとやっぱりブレーキかかって、結局はやっぱりこう戻ったか、落ち着いたかなという気がします。まあ、そのありがたいことに、えのきの木の葉っぱも今はね、もりもり育ち始めたんで、大紫のその成虫、修練幼虫いっぱい葉っぱ食べるんで、移動動画ね、いっぱい出しますけど、移動動画、大紫の、成長とともに、えのきの成長もやっぱりこう追いついてきてくれたんで、なんとか大丈夫かなって。そしてね、また雨がちょこちょこ降ってくれるんで、木もね、葉っぱどんどん雨が降るってことでいるんで、大紫の成長とえのきの成長もなんかちょっとこう、やっぱり例年通りちょっと落ち着いてきたかなという感じがしてます。はい。で、ちょっとね、前置きが長くなりましたけど、ね、この現状を取っているということは、幼虫に変化がありました。変化。幼虫に変化があったんで、今日はね、そちらをご覧いただこうと思います。はい。その変化というのは、大村崎の幼虫、まあ、修例幼虫といって、もう幼虫のさなぎ最後、さなぎがも、あ、いや、さなぎじゃない、幼虫の脱皮が終わって、幼虫の最後の脱皮が終わって、もうどんどん葉っぱを食べて、体が大きく時期になってました、ずっと。で、もうどんどん葉っぱ食べて、もうこんなね、大人の人差し指ぐらいになってるんですけど、その幼虫が次はね、さなぎになりますよね。これぶら下がってるのみんな、去年のさなぎの抜け殻ですけど、さなぎにこれからなります。で、そのさなぎになる前の段階、前のさなぎと書いて前葉という幼虫からさなぎになる段階の状態があります。実はその前葉が今年初今見つかったんで撮影をしております。はい、ということで前葉、前のさなぎというか前葉っていうのがあるんです。幼虫からさなぎになる前の段階があるんで、そちらが今日ね、見つかったんで、そちらをちょっとね、ご覧いただこうと思います。その全容についてはまたね、ちょっとね、その動画を撮りながら、ご説明させていただこうと思うんで、そちらのね、大村崎の現状の様子、ご覧いただけたら嬉しいです。はい。ということで、大村崎の幼虫の変化、ご覧ください。いってらっしゃい。はい。ということで、大村崎の幼虫が全容になりました。今年初ですね。今日が2021年の5月3日なんで、今年初5月3日に全容になりました。こっちが頭ですね。こっちがお尻です。わかりますかね。はい、これが全容です。はい、ちょっとわかるかな。顔見えるかな。はい、顔ちらっと。はい、これが全容です。で、まあ全容っていうのは、まあ、前のさなぎと書くんですけど、その通りさなぎになる前の状態のことを言いますと。で、大紫の幼虫は、水葉型というサナギです。垂れるサナギの形と書いて水葉型なんですけど、こっちがお尻で、こっちが頭で、こう垂れ下がるようなサナギになりますと。そんな形のサナギなんで、もうこれが、サナギになる準備をここでして、あと一回、ここからさらに脱皮をするとサナギになるということです。そのね、またね、幼化といってサナギに化けるって書いて、幼化って言うんですけど、このね、全容から幼、サナギになる姿がまたすごいんでね、またね、そちらもね、動画撮影してね、またね、見ていただけたらなと思います。で、また、このね、全容という幼虫、まだ幼虫なんですけど、この全容というのが、まあ、幼虫の段階でもわかるというのが、わかるんですよね。そのわかる方法をちょっとね、この後、ご紹介しようと思うんで、そちらもね、見ていただけたら嬉しいです。幼虫と全容の違いがわかる、動画になってるんで、そっちも引き続きご覧ください。はい、こっちも全容なんですね。ただし、こっちね、まだ頭が上向いてますよね。頭上向いてて、お尻が下にあるけど、これが全容っていうことが分かります。その分かる方法なんですけど、体の色です。
この体の色で全容とそうじゃないことが分かります。ちょっと見比べるためにちょうどね幼虫がいたんで見比べようと思います。ちょっとピントが合うかな。はい、こっちの幼虫はまだ全容じゃない幼虫です。色ですね、色がねまだ濃い緑なんですよ。分かりいただけるかな、この映像で濃い緑をしてます。まだこの子は葉っぱ食べる幼虫です。これが幼虫、普通の幼虫で、こちらもう一度、はい、全容ですね、透明、ちょっとねこう蛍光色のような透明な色化してます。ちょっと比較するために両方ちょっと画面に入るかな。はい、お分かりいただけるでしょうか。ちょっとね蛍光色ですよね、全容の方が。でまだ幼虫、こっちの方がまだ濃い色をしてます。この子はだからここをね台座と言って自分の場所を決めて食べに行って戻ってっていう自分の場所を決めてここで生活してます。でこの子はこの後さっきの子のようにここでもう場所サナギになると決めたんで、ここから逆さまになってサナギ全容の姿になるということです。なのでもうこの蛍光色、この色で幼虫も食べる、葉っぱを食べない全容という姿と、まだまだ葉っぱを食べるこの幼虫っていうのを見分けれるという、ちょっとね今日またマニアックな動画でした。はい、順調に育ってますね。はい、ただし、まあ、ここ大村崎の第一ハウスなんですけど、まだ幼虫おるやんって思ったあなた、はーい、ちょっと見てください。いいですね、いい感じにエノキがね育ってきました。エノキの葉っぱがねぐんぐん育ちました。まあ、ここはもう幼虫はもうほとんど数頭しかいません。もうほとんど外に出しました。なぜかと言いますと、ちょっとね何度かご説明してるんですけど、この第一ハウスの、葉っぱ、エノキの葉っぱは次の世代の餌になります。次の世代です。なのでこの後ね、あのさっき全容になってサナギになって、ここで成虫が舞いますよね。でその成虫が舞った後また卵を産みます。でその卵から孵化、ハヒフヘホの孵化ですよ。孵化動画あるんでまた見てくださいね。孵化したらこの葉っぱを食べて次世代の幼虫が育つんです。だから次世代の葉っぱをもう用意しとかないと類代飼育、繰り返しの飼育はできないということなんですね。なのでここはもうね、この地上動画撮影、写真撮影のために幼虫をね、あの何頭か入れてますけど、もうほとんど撤去して次世代の、次の世代の幼虫の餌としてここはエノキの葉っぱを育てているということですね。そういう作業をしています。にもかかわらず、じゃーん、まだこんなことしてます。わかるかな、幼虫たちです。これはこのハウスにいたんじゃないんですけどね、他の第2ハウスと第3ハウスにいた幼虫なんですけど、この子を別のところにまた今日も懲りずに移動するっていうことをやってます。一応ね第2第3もね、これから葉っぱ復活してもらって次世代に使いたいなーってちょっと思ってるんで、今第2第3もこういう風に幼虫をもう全部外の違う場所のまだまだ葉っぱがあるところに移動するというの作業を行っています。はい、ということで今日はね、大紫の現状、いよいよ幼虫がサナギになる前、全容の姿になったというねお話でした。はい、ということで全容ご覧いただけたでしょうか。全容なりましたね。前のサナギと書いて全容です。そして修例幼虫と全容の違い、お分かりいただけたでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。全容になったら黄色のね、黄色というか、まあ、黄緑というか、もうめちゃくちゃ蛍光色のかっこいい色になるんです。そして、まだ修例幼虫、まだ葉っぱ食べる段階で濃いかっこいい色をしています。まだこの子は食べます。で、半透明の黄色の、ほとんど黄緑色になって、そしてそこで反転して、サナギになる準備をしている全容という幼虫の段階に入り始めました。ね。これね、本当はね、直でね、幼虫見ていただきたいんですけどね、なかなかね、そうはいかないですけど、全容、ちょっとでもね、この映像でね、楽しんでいただけたら嬉しいです。そして、まだまだね、幼虫で移動ね、しないといけないんで、今ですから、今のこの修例幼虫の最後、どんだけ葉っぱを食べさせるかによって、大きなね、立派な成虫になれるかが決まるんで、一生懸命移動させてます。それプラス、第2、第3ハウスの葉っぱ、こちらも第1もそうですけど、もう次世代のことも考えて飼育しないといけないです。類代飼育をするならば、類代飼育、繰り返し飼育するには、もう次世代のこと、次のことも考えないといけないんで、その葉っぱを用意すると、次のね、もう幼虫がいっぱい出てきたら、次、卵をどんどん産むんで、その幼虫を育てる葉っぱも意識しながら、もう次世代のことも意識ながら作業をしています。はい。いやー、ワクワクしますね。サナギ回収も始まるから、もうこれ取らなダメですね。もう前回の去年のね、サナギぶら下がってるんですけど、これも取ったりとかね、いよいよ楽しくワクワクするね、忙しい時期がやってきました。はい。で、
最後にすみません告知になりますけど、アウトドアメーカーモンベルさんの蝶々のイベントを行っています。蝶の採集と標本作りというイベントを行っています。こちらは少人数制で、まあ、ご家族ごとにテーブルを分けたり、まあ、本当にね安全対策をきっちりとって楽しんでいただけるイベントになってるんで、もしよかったらね概要欄にも貼っておきますし、モンベルさんのホームページイベント自然観察、近畿という風に進んでいただいたら蝶の採集と標本作りというイベントあるんで、そちらもねチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということで、いよいよワクワクする時期、もうなんかね春夏秋冬ずっとワクワクするって言ってるんですけど、はい、ワクワクする時期がやってきました。皆さんもね心ワクワク過ごしていただけたらなと。そしてこのね動画がそんなねちょっとなんかにやけたりとかなんかおもろいなって思っていただけたら嬉しいです。はい、ということで、ではまた次回蝶々のお話でお会いしましょう。さよなら。